はい、ただいまから市長記者会見を始めます。会見時間は45分間、終了時刻は2時15分を予定しております。皆様のご協力をお願いいたします。本日の発表案件は令和4年の平和宣言についてです。それでは市長お願いいたします。はい、それでは令和4年度の平和宣言について説明をさせていただきます。今年の2月におきましたロシアによるウクライナ侵攻を契機に、為政者による核兵器使用の懸念が顕在化し、核兵器が存在する限り人類は甚大な危機に怯え続けなければならないことが明白になったにもかかわらず、現在多くの為政者や世論までもが核抑止力の拡大に理解を示す傾向にあります。こうした流れを変えるためにも、今年の平和宣言は例年以上に重要であるといった認識のもとで、為政者に対して核兵器のない理想の世界の実現に向け、あらゆる努力を行うべき時であることを被爆地広島から強く訴える平和宣言にしたいと考え、今段階メンバーの皆様からいただいた貴重なご意見等を踏まえ、遂行を重ねて作成をいたしました。また平和宣言が若い世代を含めて世界の多くの人々により広くより早く届くよう発信にも力を入れたいと考えています。それではお手元の資料をご覧ください。まず1の宣言作成の基本姿勢についてであります。平和宣言の作成にあたりましては、これまでと同様に被爆者の思いを伝えることを主眼に置きつつ、平和宣言に関する懇談会での意見を踏まえて起草をいたしました。構成要素としては、被爆の実相、事態背景を踏まえた事項、核兵器廃絶に向けた訴え、被爆者援護施策充実の訴え、原爆犠牲者への哀悼の意、平和への決意の6つを盛り込んでおります。また抑止力、核抑止力の拡大に理解を示す傾向にある現下の状況を変える必要があることを強調し、このことを広く理解してもらうために、できるだけ分かりやすい展開になるように努めたところでもあります。次に2の宣言の骨子を説明いたします。まず宣言の冒頭において、被爆者の体験記を引用し、77年前の夏、何の前触れもなく日常が一変し、家族との最後の別れを予期せずして迎えることになった悲しみを伝えるとともに、被爆者が目の当たりにした核兵器により地獄絵図と化した広島の惨状といったものを振り返っております。次に、ロシアによるウクライナ侵攻によって罪のない市民の命や日常が奪われている中で、武力によらず平和を維持するという理想の追求を放棄するといったことは、人類の存続そのものを危うくすることであると述べた上で、一刻も早く全ての核のボタンを無用のものにしなくてはならないと強く訴えております。またトルストイの言葉を引用いたしまして、他者を威嚇しその存在をも否定するという行動までして自分中心の考えを貫くことは許されないということを示しております。各保有国の為政者に対しては、核兵器のない世界を夢物語にするのではなく、その実現に向けて国家間に信頼の橋を架けて、まずは一歩を踏み出すことを、こういった行動を取るべきだというふうに訴えます。そのためにも、被爆地を訪れ核兵器を使用した際の結末を直視するように求めております。とりわけ来年の G7 サミットに出席する為政者には、このことを強く期待いたします。その上で、広島は坪井直氏のネバーギブアップの精神を受け継ぎ、
核兵器廃絶の実現を目指し続けることを宣言するとともに、平和首長会議は加盟都市との連携を強化して、あらゆる暴力を否定する平和文化を振興することによって、対話を通じた外交政策を目指すことを後押しすることを宣言いたします。日本政府に対しては、まずは NPT 再検討会議での橋渡し役を果たすとともに、次回の核兵器禁止条約の締約国会議に参加して、一刻も早く締約国となって核兵器廃絶に向けた動きを後押しすること、また被爆者の苦悩に寄り添って被爆者支援策を充実することを強く求めております。宣言のご趣旨は以上のとおりであります。最後に3の宣言の発信についてでありますけれども、平和を願う広島の心をより早くより多くの人々に共有してもらうために、英語版の平和宣言の動画配信を、開始するというこのタイミングなんですけれども、式典の翌日以降からこれを式典の当日に早めるというふうにしたいと思います。また動画サイトを周知するために、引き続き平和首長会議やICANなどの関係 NGO、 そして式典への参加大使などに情報提供するといったことに加えて、新たに SNS による事前告知やプッシュ配信といったことを活用していきたいと考えています。説明は以上であります。なお、参考資料として引用した被爆体験記を書かれた方のコメントを付しておりますので、後ほどご覧ください。以上です。はい、それではただいまの発表案件に関しまして、質問がございましたらお受けいたします。質問される方は社名とお名前を名乗ってからお願いいたします。なお、手話通訳の方が通訳しやすいよう、質問ははっきりとおっしゃっていただきますようお願いいたします。それでは質問のある方いらっしゃいますか。 RCC さん、RCC 平田です。よろしくお願いします。まずすみません、このトルストイの言葉なんですけれども、うん、引用がこれ鍵括弧をつけていただくと、具体的にはこの他者という前から許されないというところまででよかったでしょうか。うん、引用と言いますと、あ、トルストイの言葉の引用という、宣言の骨子の括弧3のところにですね、文章で言うとトルストイの言葉を引用し、はい、で当店がありまして、引用で言いますと、この次から鍵括弧ということになるんでしょうか。他者から許されないという部分まで、それはそういう意味だということで引いておりまして、引用文はそうじゃないです。宣言文をお手元言ってます。あ、ごめんなさい。上から3パラ目のところが引用文であります。あ、なるほど。鍵、他人の不幸の上に自分の幸福を築いてはならない。他人の幸福の中にこそ自分の幸福もあるものだと、この文章を今みたいな解釈で使ったと、こういうことであります。あ、分かりました。じゃあ、はい、この鍵括弧の中が引用ということですね。引用であります。はい、はい、でこの、トルストイの言葉っていうのは、どういった場面でトルストイが発した言葉なんでしょうか。もし具体的な場面そのものは設定ないよね。はい、はい、以前会見で小説ではない、会見でお伝えした通りですね、これ何かの著作物からの一部分を引用したということではなくて、うん、トルストイが残された言葉ということで残っているものでございます。それはどういう場面でトルストイが発した言葉とか、いつ頃、例えばおいくつの時にとか、どういう場面でとか、そういうところは分かりますでしょうか。申し訳ございません、そこは把握できてございません。すみません、逆に分かっていることでお話しいただけることってありますか。お持ちの情報でこの言葉に関する、トルストイが残された言葉という、まあ、いろんな文献を見ましたときに、そういった言葉が過去に残された言葉として残っていたということです。分かりました。この言葉の引用の直接の動機づけはですね、
宣言に関する懇談会の場で懇談会のメンバーの方からね、今年は戦争と平和ということで世界的に、知られているロシアの文豪トルストイの残した言葉というのを引用してはどうかと言われたので、どんな言葉なんですかということで、聞いたところ今言った言葉でありまして、でどういう使い方をするんでしょうかねという議論になりまして、その今の、ロシアのウクライナ侵攻といった中で、罪のない市民が日常的に奪われているとこういった状況をそのどう捉えるかと、まあ、国家であれ個人であれ他者を威嚇してその相手の存在を否定して、そうした上で自分中心の考え方を貫くということを許されないといったときに、それを直接的に言うんではなくてですね、あるべき姿で訴えると言ったような取り上げがいいんじゃないかとこうありまして、それでこの言葉の解釈として概要で申し上げたような判断をしてですね、これを取り込もうとこう考えたわけであります。まあ、岸君もロシアの文豪ということもあるしですね、そういったロシアの国家の中にも個人としてきちっとしたね、見解を述べる方もいましたねと、まあ、そんな気持ちを込めて宣言に取り込んだと、こういうことであります。はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。ホームテレビさん。ホームテレビの花房と申します。今のところでもう少し具体的にお伺いしたいんですけど、この時期にこのタイミングでこのロシアの文豪の言葉を引用することの重みっていうのをどのように考えているか、もう少し聞かせていただけますか。重みというか、その懇談会の中で議論した時にですね、その国家という存在と個人という存在をね、同一するということはなかなか難しいというか、そのすべきじゃないんじゃないかと。国家というものが特定の為政者の判断のもとに一定の方向性を示してあるんだけども、その為政者が変わればその国家のありようも変わってくるわけであります。ところが個人というのはその方が生きている限り、まあ人生経験でいろいろ考え方変わってきましょうけどもね、その方の思いをこう述べると、でその方がどの国に属そうともきちっとした考え方を持っている方どこにでもおると、そういった状況の中でですね、今の情勢を考えたときに、この核兵器のない世界を考える人間というのは、ちゃんとロシアという地にも同じようなことを言っておられた方がおられますねと。だから市民社会としてこういった思いを共有していく上でね、ある意味でこういった思いの共有というのは可能なんだろうと。どのような国家体制にあってもね、個人という枠できちっとした考え方ができると、そんな思いも込めております。ありがとうございました。はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。NHK さん。 NHK の石川です。核抑止力の拡大に理解を示すそういったこう国だとか世論に対して、いやそうではないんだよということをまあ強調したというふうなことですが、それは具体的にはここで言うと2パラグラフ目の中段あたりとか、そのあたりを特にそういった思いを込めたということなんでしょうか。そうですね、はい。まあ、実際いろんな議論が行われてますけども、まず現状認識のところですけども、2パラの最初ですね、ロシアによるウクライナ侵攻ではこういった事実の中では一国の国民の生命と財産を守るということを使命とするその為政者がですね、国民自国のね民を守る財産を守るという使命を持っているであろう為政者が、その国民を人殺しの道具として使っているということ、守るという命題に反しているということがありますねと。
そしてさらに他国の市民をそれを通じて痛めると、命や日常を奪うということが起こっていると、ここを言ってます。そして抑止力なくしては維持できないという考え方というのは、まあこの通りなんですけども、ただ抑止力の考え方そのものは核兵器を扱う、こういったように国民の命を守る、財産を守るという為政者に核兵器のコントロールを任せておけばね、究極的には自国民を守る、国民を守るという立場だから、使うか使わないかについては理性的な判断をするだろうと。で、地球をも滅ぼしかねない核兵器というのは、そういった為政者のものでは使われるということはほぼなくね、脅しの材料、抑止力としては使われると、理性的に判断するか、使えば自分も滅ぶから使わないとというはずだということで、抑止力は有効だと言われておったはずなんですけれども、実際このロシアの例で見ますと、そういった責務というかそういう任務のある方が核兵器を使用しますよと、でそれは今までの EU とか自分たちの国の地政学的な判断で、自分たちが脅かされるということがあれば、そういったことを乗り越えてでもね、使うかもわからないと、つまり理性的判断をね、停止するということもあり得るということをほのめかしたわけでありますので、最初の設定である為政者というのが理性的に判断するというところが崩れたわけですね。だからそこに着目すると、この抑止力というのは本当の抑止じゃなくて単の武器に変わってしまって、人類を滅ぼす武器を使うということそのものが大変なことになるんだから、まずはその武器を発動するボタンなんかを持たせることもやめるべきだしね、その後当然核兵器もなくすべきだ、今あるもんだってボタンをね、持たないようにすると、持たせないようにすると、そういったことにしないと誤った判断ということがある意味で日常化するんじゃないかとかね、そんな気持ちを込めて書きました。式典当日にはですね、核保有国ですとか核の抑止力に依存する国、もちろん日本も含めてですが、たくさん出席します。今の市長がおっしゃられた点についてですね、核軍縮という意味でこの宣言をどういうふうに捉えてもらいたいと思いますか。今申し上げたように究極の問題として核そのものをね、なくさなきゃいけないという立場に立った上で、今ある核兵器をどのように圧縮していくか、減らしていくか、要するに増やさないようにするということ、そして持っている方々って、持っている国もね、お互い了解しながら軍縮をやるということを本当にやらないと、ベクトルが真逆だとね、抑止力という効果があるとなれば広げるんだけど、ないんだから本当に抑止力としての存在価値が危うくなってんだから、広げない、なくすと、そしてその先に排絶というふうに考えていただきたいし、そのための必要となる行動をとにかく取っていただきたいと、こう展開したつもりです。はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。じゃあ中国新聞さん。中国新聞の水川です。一つはですね、今回の平和宣言、ロシアのウクライナ侵攻について触れられていらっしゃいますけど、この内容についてロシアの、プーチン大統領をはじめ政府関係者にもこの宣言を、把握してほしいというか、内容をこう伝えたいという思いをお持ちかどうかということが一つと、一方でその式典自体にはロシアの関係者は招待されてないと思うんですけど、この内容を、プーチン大統領をはじめロシアに、伝えたいという思いをお持ちの場合、一方で式典に、招待しない中で、どうやってそのロシアの政府関係者ないしは国民にこの内容をこう広めて いかれようとしているのかということを教えてください。先ほど申し上げたように、多くの方になるべく早く配信いたしますので、多分ロシア情報機関も発達しているでしょうから、見ていただけると当然思います。はい、ロシア大使館に文書で送られると。なるほど。
で、まあ、じゃあちょっと関連の追加になるんですけど、その、まあ、市長その今回、まあ、ロシアのトルストイの言葉も引用されながら宣言を書かれる中で、まあ、やっぱり招待して直接語りかけたらやり方もあったなとか思うことはなかったですか。そちらの方につきましては、後の対応ですけどね、来年の G7 については、招待したけど来ないというような、ね、対応をしているというふうにも、あれ G7 じゃない、失礼して、 G7 はもともと呼んでないですからね、政府の方が、ロシアの、大統領に向けて今回の安倍総理が亡くなった、ね、葬儀をするんで、まあ、これは葬儀ですからね、死んだ方についての国際的な評価などもあってやるということ、まあ、これ実は国内でいろいろ議論がある中でね、そちらについては招待したけど行かないとこういうふうに言われているということらしいですから、それなりにいろんな意味で政治的に配慮されるということをしています。で、私の方は今度の平和宣言に関しまして、平和記念式典をする際、さまざまな立場があって、今回お呼びするということになると、いろんな国の方々がね、見えて帰って混乱することがあるから、控えるということをやったわけでありますので、多分そのテーマ、そしてその時の事情によってですね、判断は酷になるというふうに感じています。それ以上でも以下でもありません。ただ広島の思いは重ねて、まあ、以前も大使にもお話したこと、ロシアの大使にもお話したことあるんですけれども、そのアメリカに対して、イギリスに対して、フランスに対して、ロシアに対して、中国に対してどんな対応で臨むかと申せば、被爆を受けた、実体験を受けたその方々の思いね、国同士が殺し合いするという戦争をしないこと、そしてその時に核兵器を使うというのことをましてやしないこと、その思いを皆さんにお伝えしてて、そういった行動をしないようにお願いしていると、それにつきますということを申し上げて、今でもそれは変わっていません。はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。続いて中国新聞さん。中国新聞の和田です。県被団協の坪井前理事長の精神に触れられている部分があるかと思うんですが、これについては懇談会の中の意見で出たのか、市長自らのお考えなのか、動機づけについて教えてください。これも皆さんと議論して、今言ったように、実は坪井さんは直前までね、前回までね、この懇談会のメンバーでありまして、それで亡くなられたんで、メンバー入れ替わりなどしておりますので、坪井さんもおられたらね、みんな意見も一緒だろうというようなことで、その中で一番強い志ね、半ばにしながら思いが遂げなかった、この精神を引き継ぐということで、何か、取り組みましょうかと。言った意見の中で、ネバーギブアップの言葉は多くの方に知られているので、これをしっかりと入れてですね、広く国内外にこういった取り組みをやりますよということを誓う宣言にするのがいいんじゃないかといった意見でまとまって入れたということであります。はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。よろしいです。RCC さん。すみません、先ほど申し上げたトルストイのこの言葉の、背景とかですね、まあ、そういったこと、仮にも平和宣言ですし、まあ、今後いろんな方からご質問もあるかもしれませんので、もし、事務方の方で広島にもロシア文学者いらっしゃると思いますんでですね、ちょっとお調べいただいて、分かる範囲でも結構なんですけれども、いかがでしょうか。戦争と平和の中で似た趣旨の言葉があることまでは把握してるんですけど、このままズバリの文章というのがちょっと見つかっていなくてですね、
またまあこういった言葉を残されたというようなあの文献の中で触れられていると。で、そういった言葉を使ってはどうかというのが懇談会の中のメンバーからご提案いただいたということです。あの専門家の方に聞けば、あの聞かれた平和宣言聞かれた方もあのピンと来られる方も、まあ、専門家の方にはいらっしゃるかもしれませんし、まあ、ちょっと検討してみていただけますか。すいません。です。はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。ホームテレビさん。ホームテレビの花房です。あの今年はいつにも増して例年にも増して平和をめぐるさまざまな要素が起きた年だったかと思います。で、あのさまざまな要素をその盛り込むことの難しさを感じられた点、もしくはここはもうちょっと言葉を尽くしたかったけど文字数もしくは時間が足りなくてあの言い尽くせなかったかもしれないっていう部分があれば教えてください。うん、まああのこの宣言の中にね、言い尽くせないものがあったかどうかということを検証してあという。ご提案のようにも聞こえますけれども、あの実際あのここの宣言の文字数からいきますとね、今年はあの1972文字なんですね。でずっと宣言書いてますけれども、一番たくさん字数書いたのは実は令和3年去年でありましてね、これが2059文字で、令和2年が多分一番少ないんじゃないかと思う、1595文字とかね。そういう意味ではあの文字数とすれば、まあ、平年ベースというか、まあ、そんな状況なんです。ですからこの限られた中で、まあ、スピーチ時間が決まりますのでね、入れるということでさまざま工夫してますけども、一番自分が気にかかっているのは間違いなくロシアによるウクライナ侵攻というこの数文字で書いてある事態ですね。本当はこのウクライナのロシア侵攻というものについて、ロシアの責任において、問題だという主張とね、逆にロシア側が言ってます、まあ自分たちがこういう行為をしなければいけなくなったのはあの NATO でありアメリカを中心とする、ね、国の対応によって自分たちが追い込まれてやったと、そういう趣旨の主張をされております。それがそのイーブンにね、国内の情報になっているかどうかといった状況の中で書いたと思います。ですから事実を押さえておりまして、その主張をあのどちらを取り上げてということはしないようにしているんです。書ければ両方ともちゃんとイーブンを書いた上でね、先ほど言ったようにここに書いてないことで地政学的な判断でというご説明しましたけど、これはもっともっと複雑な事情ありますよね。でましてウクライナの事情から見ますとね、ウクライナの東西のその、状況を見て国民の方々そのものもいろんな意見があってね、東側の方々はどちらかというとロシア語を話す方々が多くて、しかもロシア正教などを信奉する方々が多い地域、西側は一方でウクライナ語を使ってあのキリスト教系プロテスタント教会とかね、そちらの方を支持する方々が多くて、国内でも必ずしもその外がその一枚岩と見えれるような状況でない中での紛争が起こっているわけですね。しかしそういうのを超えていずれにしても武力で殺し合うということが本当にいいんでしょうかということをですね、言いたいと、こういったことであります。だからそこをちゃんと丁寧に説明して、それでもいろんなご意見があっても最終的にはいつも言う対話、ダイアログというのをね、突き詰めてやるということが重要なんでしょうけども、対話については今までの平和宣言でもルール言ってますからね、今回についてはそれらを踏まえた上で今やっていただきたいことはどういうことかと、そして先ほど来出てるけどロシアの方をね、呼んだか呼ばないかという、そういった問題を超えてですね、もっと本質的なところで平和を求める対応を国民自身がね、なんて言いますかね、ノンパルチダン、政党色とかね、立場を超えてどっちがいい悪いということを決めつけるような、そういった
風潮をその煽らないようにしていただき、本当に平和に皆がものを考えるということをやっていただきたいということをもっと言葉尽くして書きたぐらいですけどね、まあ、それはそんなに理数ないですからね、ということであります。ありがとうございました。はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。あ、京都通信さん。共同通信の尾崎と申します。ちょっと今の関連なんですけども、まあ、市長のその思いとしてはあまりそのどちらが悪いとかそういうことではなくて、まあ、ただひたすらにその平和を求める心っていうのを強調したということですかね。にしたいと思ってます。そういう文脈にしたくて作ってるということになってください。なんかこの文章の中でもあえてロシアとは名指ししていないのかなっていうような部分もあるんです、うん、そういった気持ちが反映されてるんですかね。はい、ありがとうございます。はい、その他質問のある方いらっしゃる。朝日新聞さん。あ、すみません、朝日新聞の福富です。あの核禁条約のところで、うん、あの今回、まあ、核禁条約 の、 その一刻も早く締約国となりっていうところで、まあ、署名批准を求めているっていうところと、まあ、第2回の締約国会議にぜひとも参加してほしいと求めていらっしゃると思うんですが、ここをまあ入れた意義というか、ここにかけた市長の思いというものをあのお聞かせいただければと思います。これはあの平和宣言書く直前のプロセスを反映するということをやるというようなことを言ってきましてね、でウィーンでありました核兵器禁止条約の第1回の締約国会議、そこで行われた議論は優れて理性の発露だというふうに受け止めたんですね。というのがその NPT 体制の下で特に NATO に参加している国でありながら、当面現実的な課題として NATO がいるし核兵器もいるんだと、だけどこういう議論するということ の、 その意味はね、あの認めると。しかし自分たちは今この状況では参画できないということを、まあ、バイデンお話しするときにそういうことを言いながらこういう発言したとか、国から来て発言しないで何が行われているかを見て帰る、まあ、こんなことですね。ですから理想であるということは認識しながら、理想だからこそ現実的ではないんだと、そしてその理想の立場から現実を非難するとかね、そういったことはすべきではなくて、現実との折り合いをどうするかということをしっかりと主張したいと、あるいはそういうことをみんなに見てもらいたいという、まあ、代表の方々がおられたわけであります。そして一方で、禁止条約の最後の宣言文などではですね、この核兵器禁止条約が NPT 体制の補完役であるとかね、あるいはちゃんとそれをその強調していく最終目的に向けてね、きちっと、なんて言いますかね、強調できる、そのため の、 あの強調体制を核兵器禁止条約を締約している国と NPT の関係者と手続き的にいろいろ調整していくということまで言いました。まさに理想と現実をうまく認識しながら、いかにコンプロマイズしていくかということが課題ですよと、こういうあの言い方で整理されたんですね。どちらかというと現状が間違ってるんでそれを正すべきだというスローガンみたいにね、言いっぱなしでやるべきだああしろというだけで終わる宣言ではなくてですね、具体的な対応方法まで出すということになりました。でいよいよこの NPT、 今までもいわゆる合意文書ができてない中でね、間違いなく本来の6条の義務を果たすべき具体的な行動がみんなで宣言できるかどうか問われていると、まあ、そんな状況になりましたのでね、今言ったような動きをしっかりとして、支えるといいますか、やるためには多くの市民の方がね、ごく本当に理想を求めてあるべき姿をどちらが悪いというんじゃなくて、未来に向けて関係者がね、そういった事態を解消するようにしていこうということを言い続けるべきだと、そう思うんですね。ですからそれを次の世代を担う方も中心にしながら、今おる方々については将来に向けての対応としてよく考えていただきたいといったまあ受け止めをしていただきたくて作っているというふうに受けてください。だから今こちらが良くてこちらが悪いんだけどどうするかと、そんな議論じゃないと、双方がですね、将来に向けてあるべき方向で
物事を進める、考えていくということをやっていただきたいということを真にというか真ん中に据えて書いたつもりであります、はい、ありがとうございます、はい、その他質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですかね、はい、はい、それでは発表案件につきましては以上とさせていただきます。それでは予定の時間までまだ余裕がありますので、その他に関する件の質問がございましたらお受けいたします。質問のある方いらっしゃいますか。中国新聞さん。中国新聞の川上です。平和記念式典の、まあ、運営面に関して2点大きく分けて お伺いします。1点目は先日もありました警備の観点に関して、まあ、安倍元総理の銃撃事件を受けてですね、式典の警備見直し検証するという発言もあられましたけれども、今回今年の式典で具体的な対応というのは決められていますか。まあ、中でもとりわけその、まあ、警備の手法として見せる警備とかっていうことも言われていますが、そういったことをちょっと具体的にあれば教えてください。はい、警備体制につきましては、まずはコロナ禍の状況の開催ということで、入場規制、それ自身は、まあ、コロナ対応でやっているところなんですけども、重ねてその要人の出席、安倍元総理の銃撃事件があったということでですね、県警と十分連携して警備体制強化しようということを合意した上で体制強化を図っています。で、まあ、具体的な数字ちょっと控えたいんですけども、考え方として入場を規制する外周部、平和公園の外の外周部分と、それから式典内2つに分けてですね、それぞれで警備を強化すると、こういうふうにします。まあ、そのためには当然警備体制ということになりますのでね、警備体制については今までも市の職員、警察官、それから警備員という、まあ、こういった方々で手配してやってるんですけど、いずれについても昨年よりかですね増員するといったことで、まあ、多くの方々がこう配備されてるなと。で、式典場内でも要所要所にですね、配置するということをまずやると、まあ、それで今言われた見える警備ということに当然なる、今までとは違ったものになるなと。しかも今回につきましては出席者数平年から比べると3割程度に抑えると、まあ、前年よりか増やしますけどもね、平年から比べると3割ですから、その中で警備員が増えてるわけですから、当然警備体制強化したなと分かるようにすると。その他例年一般参列者の方については手荷物検査をお願いしてきてるんですけども、今回は危険物持ち込み、あるいは不審者侵入の確実防止という点からですね、あとは金属探知機もちょっと導入させていただくということにしてます。ですから一般参列者の方は非常に手荷物検査に加えてこういったことになりますので、ご迷惑かかると思うんですけども、ご理解いただいてですね、協力していただくと、まあ、こうすることで、会場内の入場規制、それから会場周辺の、交通規制といったこともまた丁寧にやりますので、ご不便かける可能性高いものですけども、ぜひこの式典を厳粛かつ平穏に過ごすための、取り扱いだということでご理解していただきたいというふうに思っています。まあ、具体的な数字は控えるということなんですけども、市の職員、民間の警備員、それが県警、それいずれも増員されるという理解でよろしいですか。でその具体的に何倍になるとか、そういった数字については控えると。見れば分かりますからね。だから明らかに増えていると、そういう見せる警備にはなるだろうと。で、手荷物検査に加えて金属探知機も導入されるということで、まあ、市の主催者としてですね、早めの来場を呼びかけたり、そういうことはする必要はないでしょうか。そうですね、確かに検査に時間を要しますが、今までも、まあ、入場規制でいろいろお尋ねしてたりしたから、まあ、飛行場みたいにね、ピピッと鳴ったりして何回もということにならないようにするためには、金属
部類を、ね、身につけないでおればそのもうその通るだけで済むわけですので、あの問い合わせしたりうんじゃなくてね、そこまではなくていいと思うんですけど、ただあの来るときにですね、あの金属探知機反応するようなものは避けていただければスムーズになるというふうに思います。まあ、うん、あどうぞ、うん、言って。あ、門で。あ、そうか。ハンディであるのか。あ、ダメだ。わかりました。すいません。金属探知機、はい。ちょっとその後の、うん、後でまたその詳細についてブリーフィングしていただくと、はいはい。で、もう一つ大きな質問で、あの、まあ、今日もですね、広島市内でコロナの感染者が最多の1927人ということになりました、コロナ の, あの感染者が今非常に第7波が来ているというさなかでの開催になります、あの感染対策については、まあ、規模を縮小するということはもうしないということがまず前提としてありますか。今申し上げたようにその昨年から比べると4倍の規模にしたんですけども、あの席数で3550席ということ で, で例年から比べると3割なんですね。ですからあのいわゆるかあの配置からすると十分余裕が持ててるし、まあ式典の中で黙ってればいい、そのマスクを取ってもいいけど暑いからですね、だけど喋る時には着用していただくとかいう、そういったことも徹底するということを前提に、さらにあの風通しを良くするためにあの大型扇風機、去年まで6台だったのを今度19台には増やしましてね、もっとその、うん、風通しを良くするということをやりますし、それからあのこれ引き続きなんですけども、会場入り口でサーモグラフィーとで使って検温するし、手消毒もやっていただく、ある意味で今考えられておる感染症対策徹底して行いますのでね、この規模でやるということはやりたいと。ただ問題はあのこの BA.5 の感染力強いということもありますので、むしろここを契機に感染者が、ね、広がったりするということをないようにする、そちらの方がポイントだと思いますので、あの参列を予定している皆様においては、改めて、ね、自分の体調を、ね、事前によくチェックしていただいて、ちょっとでも調子が悪い方は、ね、あの控えるようにしていただければ式典そのものはうまくいくんじゃないかなというふうに今考えたところで、したがってこの規模でやろうと。ちなみにあの7月29日時点でですね、一般席で27名、被爆者とか被爆者遺族席で27、それから自治体関係者の席で135、外国人席で15に合わせて204席あの出席自体というふうになってますので、まあ、こういったことであの受け手で、開催期を案内してもそれぞれあの事態なりしてですね、参加される方で感染予防も考えていただいているということも分かりましたということです。事態の理由として一番分かったのがコロナウイルス感染症の拡大を受けて自粛するといったようなことでありましたので、そういった対応でいければと思いました。あと各国の駐日大使は7月の8日時点で114カ国ということで公表してますけどもね、今言ったような状況がありますので、改めて8月4日には、各国の大使等の出欠かどうかの状況ですね、改めて確認してお知らせしようと思います。ここのところはちょっと調べられてませんのでね、はい、8月4日に各国の大使に改めて公表いたします。あの今までの情報、取りまとめ状況、どんな状況か、はい、今のところ114でとどまってますからね、最終的にどうなるかお知らせしようというふうに思ってます。まあまあ、具体的なあの感染対策という意味では、あの風扇風機というか大型扇風機を6から19台に増やしたというのが、まあ一つあるということですか。そうですね、はい、あと、まあ、呼びかけも強化されるということですか。はい、自ら事前によく気をつけていて、その場で広がるということのないようにしていただくとやればいいんじゃないかなというふうに思いました、はい、以上です。ありがとうございます、はい、はい、その他の件に関しまして質問のある方いる、中国新聞さん。あの中国新聞の与村です、はい、
黒い雨の被害者の中で、当時体内にいた人たちの申請のですね、審査の状況が滞っているというふうなことがあるというふうに聞いたんですけれども、今 市への申請状況とか、それとあとはこの現在審査が止まっているということに対して、市長の受け止め、また今回高裁判決を受けてですね、幅広く被害者を救済するという面から今審査が進んでいると思うんですが、その体内被爆者たちの審査が本来どうあるべきか、市長のお考えをお聞かせいただきたいのと、国が今審査法を検討しているようなことも聞いているんですけれども、そこら辺国への対する思いなどを聞かせていただければと思います。はい、今日新聞にも出てたということで、と思って見たんですけども、体内にいたとして健康被爆者健康手帳を申請されている方の人数はですね、6月末現在で38名というふうになってます。で、この現在この交付申請されている方々はですね、母親が産後被爆者ですね、つまり母親が黒い雨、甲府地域におられて被爆者になるかどうかということ、ご本人じゃないんですね、母親がこれに当たるかどうかということなんですけども、実はその38名のうちですね、36名の方すでにお母様方が亡くなっておられまして、その母親の被爆状況、それと今回その黒雨地域で疾病状況というのがあって、この2つの確認がですね、死なれてるから分かんないんですよね。お子様の立場でそうだという話があるんですが、ある意味で証拠といいますかね、それを検証するものがないものですから、現在国に対してそういった場合のね、代替する確認方法とどうしたらいいんでしょうかということを紹介しているということであります。実際証明できればできなければ、今までだって1号の方だって2号の方だって、お母さんが実際に会ってるということを証明できないと手帳出てないわけです。それと事態は全然変わってないんです、はい、ということだけであります。今回ですね、黒雨の被害者への新たな申請というか、高裁判決を受けて今審査が進んでいると思うんですけれども、これは幅広くまた対象を認めていくという方向で今その判決を受けて今審査が進んでいると思うんですが、はい、今回 その体内被爆者が申請に対してですね、もっとやっぱりしっかり幅広く救うという観点から、やっぱり申請を受け入れられるべきだとか、どう思われるか、市長のそこら辺のお考えをちょっと。今申し上げた通り、お母様が被爆したかどうかが分かるかどうかがポイントですと。体内におられた方が自分自身で証明するというのは、体内にいたか分からないわけでしょう。なんですよ、それだけなんです。要するに判決とか何か以前の問題で、体内被爆者にとって関しましては、お母様が1号であれ2号であれ3号であれ被爆されたかどうかが分かることがポイントなんですけども、今言われて申しましたように38名の36名亡くなっておられて、お母様の証言とかがないわけですよ。だからそれを客観的にお母さんが被爆したかどうかを調べる方法をどうしたらいいでしょうかということを問い合わせているということで、それ抜きにいたからといってお母さん被爆したかどうか分かんないけども、体内被爆者を救えというような判決は出ておりませんし、被爆した方々をどう救うかと、こういうことだというふうに整理しています、はい、ということです。それにつきます。はい、それでは予定の時間を超過しておりますので、本日の記者会見は以上で終了といたします。ありがとうございました。はい。